はい、こんちくわからの声もね、もう病気ですわ。これね、カロリーわかります？これ、粗挽きフランク、なんか急にソーセージが食べたのってね、食べソーセージいうか粗挽きが食べたなってね、で何個か並んどったんですよ。これがね、プリマハム、これがめちゃくちゃカロリー数少ない、わかります？100g あたり199kcal。 これね、何本入ってるか言ったら 230g 入ってますね。で、これ約半分、8本入りやから4本食べたら、まあ 200kcal ぐらいですやん。で、それは絶対いいですやん。いや、それだけ残っちゃうんやけどね。何気にしとんねんみたいな。いや、気にするやんみたいな。あれ、ハサミがね、ほんまにね、だ逆にこのカロリーで書いてんの、そんな、そこまで当てにできるんかっていう話でね。これ8本いいでしょ、だから4本、半分入れたら、半分入れたらね、200何キロカロリーいうことですよ。はい。私ね、一食で550kcal だ。おめえねん、もう。うっさいね。はい、前なら。てか、ちょっと酔うてまんねん。ハロー、ユーチューブ。ちょっと酔うてまんねん。飲ませてください。もう、少し。うわ、ええ感じで炭酸もなくなるわ。次ね、次回炭酸とソーダ水の違いについてまずやりますんで予告はい、よいです。無性になんかこんなん食べてなるってそうそうないんですけどね、なんか無性にね、売り場に並んでったの気になって、はい、言われます。なぜかカロリーが低いやつ選びました。はい、いただきます。焼きが足らん、ジューみたいな、なんか眉毛に焼きを入れられたいうの、なんか YouTube でやってはったよ。っていうか YouTube 系でね、あのなんて、阪神優勝しましたよ。で、阪神のまま湧いてきますねんね。で、その優勝した時になんか横田いう人がどうのこうのね、気にもなっとったんですよ。横田って誰やろな、知らんな思うて、けどそうやって栄光の駆け足がどうのこうの言ってね、で知りたいな思いつつも自分からあの検索してするほどじゃないけど、そしてあれもか思いつつねしてなかったんですけど、この前検索しましたよ。うん、若
隠してね、亡くなりはってんね、横田さん。ね。けど、そんだけ、多分2軍かな、2軍かなんかで、なんか脳腫瘍ができてもうてね。で、亡くなられたんですけど。引退セレモニーしようかな。その2軍で、2軍かなんか、多分2軍、1軍やったらすみません。なんかやってるんですよ。なんか、それだけこう、なんか、僕は全然、僕って、私は全然知らないんですけど、そのね、横田いう方が入場の時に音楽流れません。それが栄光の架け橋でね。だから私、事情とか全然知らんと見とってもね、その栄光の架け橋が流れてくるだけでなんかうるうるっとしますね。私めっちゃ好きなんですよ、栄光の架け橋。これ多分前にも言ってますけど、オリンピックの時の歌なんですよね。だからその事情知らんけど、歌だけでホロホロっとして、ほんで事情、そのなんか特集してるやつがあったんですよ、その横田いう選手のね、特集して、でそこに座ってバックで流れますやん、栄光の駆け足が。ほんならもう泣けてきて泣けてきてね、ほんまに。誰にも言えない涙があった、ほんまにね、ええ歌や。名曲や。若くして亡くなられてね、ほんまに。ほんまに。そんなに。神様っておるんかおらんか知らんけど、ほんまにね。いくつもの（笑）もう一個ね、同じ、ご冥福をお祈りします。もう一個ね、同じ YouTube ネタでね、青汁王子って言ってますやん、青汁王子ね、青汁王子がなんか YouTube で喋りはったんかな。私はそういう記事しか見てないんですけど、そのね、何やったかな。青汁王子。青汁王子が詩人逮捕。詩人逮捕系 YouTuber に苦言。正義感振りかざして再生数と金を稼ぐのを終わりにしよう。言ってね。詩人逮捕言うてね、立花がようやってますよ。誰でも逮捕できるんですよ。お前逮捕するぞ、みたいな、なんか逮捕できるみたいですよ。それが、詩人逮捕言うてね、私の人が逮捕。だから警察官が逮捕するんじゃなくて、我々も、お前逮捕や言うて、逮捕じゃ言うて、逮捕できるみたいなんですね。で、それを、なんちったんかな、それ別にやってもいいですよ。なんか悪いことしてるやつだったら、お前逮捕やってやったらいいんですけど、それをずっと YouTube で撮って、なんちゅうんかな、正義ぶってるやつがいとるんですね。
正義ぶってるって言ってさ、ほんまの正義かどうかよくわかりませんで、その、ほんまに正義あるんかもしれまへんけど、私は前からね、こう、多分、また同じ人のこと言うてると思うんですけど、いや、それちょっとちゃうなって、多分動画でも喋ったかな、多分、それちょっとちゃうなってやっぱ思うとったんですよ。いや、それあんた別に YouTube 撮る必要ないやん、みたいな。YouTube 撮るイコール何広告つけてそこで収入得とるんやろういうことですやん。だから、その痴漢してる、多分こう痴漢してる人のことやと思うんですけど、痴漢してる人をこう捕まえよるんですよ。だから痴漢してくる、してくるね。ありがとう、ほんま、ありがとう、なんか、ほんますまんのありがとうやねんけど、お前なんか、世の女性のためにどうのこうのとか言ってね、払い腰、柔道多分やってあるんですよ。払い腰バシーみたいな。いや、それちょっとおかしいやん、思ってね。ずっと思って。だからもう最近は見てないんですよ。あまりにもちょっと鬱陶しいってね。ほんで、やっぱりこの、青汁王子がね、同じように思ってくれてたのはね、まあ、嬉しいっていうか、まあ良かったっていうか。動画流せんかって話ですやん。動画撮る必要性がどこにあるんの話ですやん。だって世のね、世の女性のためとか言うんやったらね、動画言いませんよ。要はこれやってる方はね、多分考えたんでしょうね。動画、まあ有名になりたいんかお金が欲しいんかなんか知りませんけど、まあどっちかですね。有名になりたい、お金が欲しい、どうすればいいかって考えた時に、まあ他あんまり誰もやってへんのどうしたらいいかなと考えた時に、これええやん思ってね、でもひらめきはったと思うんですね。なんか違和感がありますわ、ほんまにね見とってね。誰にも言え、いくつものなんとかを超えて、えらい違いですよ。はい、ということで、ちょっとおっちゃん酔うてまんねん。もう酒もおませんねん。焼酎飲みたいな、ほんまに。もうね、このウイスキーはでかいでかいやつで、焼酎一升瓶、もうこれがもう夢ですわ夢夢こんなね、儚い夢でもね、はい、よし。いや、もっと大きい夢もおまんねん、おっちゃん。おっちゃん実は今ね、大きい夢に向かってね、いろいろ頑張ってまんねん、ほんまに。ピッ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 、ムチ打ってまん、老体にムチ打って。
一尾って何回ずっと酒飲んでるように思うでしょ。いや、一尾って飲んでまんねん。っていうことで。霧にむせぶ夜っていうことで、大きにはばかりさん失礼します。バイなら。もしまた見たのを思ってくれはる人はね、チャンネル登録よろしく頼みます。あと通知ベル設定、スズマークですね、あれもオンしてもうたらまたおっさん湧いていきますんで、よろしく頼みます。バイならバイチャー。